Palabras. Kushida fue ganador, fue superior a Dragon Lee. Siempre he tenido respeto a todos los luchadores de New Japan. Consejo Mundial, el Ring of Honor, todos. Creo que el luchador que se sube al cuadrilátero, no cualquiera. Hoy me venció un grande, como es Kushida. Muchos años de trayectoria, pero fue un honor luchar como Kushida. Felicidades, amigo. Congratulations. Hi. 19歳の時に初めてメキシコ行って、いろんなメキシコ人見てきましたけど、ドラゴンリーみたいな。メキシコ人、ああいうタイプ初めてですね。なんかもうとにかく規格外、今まで見てきたどのルチャドールより、なんかルチャリブレの枠をはみ出たすごい選手でした。いや、そのドラゴンリーに勝ったことで、はい、だいぶ優勝が近づいてきたと思うんですけど、すみません、どうですか。なんか近づいたのか、もうダメージで遠のいたのか定かではないですけれども、もう例年ね、公式戦最後の一つっていうのはもうヘロヘロのボロボロの中で、その中でしか出せない技とか力っていうのがありますんで、なんかその鹿島のクソ力に自分自身が期待して、最後ね、ヒロム戦なんで、自信の方だ。もう自信はあります。2連覇の自信もあります。カット、いろんな引き出しの中に荷物入れてきましたんで、あとはもう最後の
体が動かない中、インスピレーションで、ベストオブスーパージュニア25、最後もう堪能させていただきます。とりあえず、はい、高橋ヒロミに勝てば確定です。おお、そこまで来ましたか。もうなんかでもドラゴンリー戦の前もなんか、負けたらとかもうそういうこと度外して、もう公式戦を戦ってきてますんで、そうですね、あと一つ振り絞って、そしてもう一つ優勝決定戦の空気をまた、何度も言いますけれども、あの空気をもう一回味わいたいっす。今回のツアージュニアがメインというだけでなく、ジュニアだけでシリーズを回ってるという感じなんですけども、はい、その感覚はどうですか。あ、もう十二分にありますね。まあここだけの話ね、高橋ヒロムだったりウィル・オスプレイだったり、あとショー、B ブロックの選手もみんなメインイベントを張るカードがジュニアの中で出てきて、ね、僕がセミでこう自由に暴れ回る試合っていうのも、それはそれで、なんかそのおかげでというか、まあ、試合順もいろいろ考慮しながらいろんなシチュエーションに自分を当てはめて、もう存分に全ての公式戦をエンジョイしてきましたので、もうすでにもう全部の公式戦が宝物ですね。もう一つ高橋ヒロム戦、公式戦の宝物を一つ増やします。